ウィーバー考えてお願いします。ここが決まってますね。これです、はい。空手、柔道、ボクシング相手にボクシングルール、空手ルール、柔道ルールで全然戦っている。はい、すいません、失礼させていきます。はい、はい、どうも、現代忍者です。ニンニンピョンピョンと、今日はね、なんと3本目、なんと今日、白川先生がうちの師匠のウェイパンチを受けたいということで、前回ちっちゃいミットでさ、はいはい、受け負った時にほら危ねえなとなったんで、はい、でかいミットでやる、はい、けど登録者の皆さん少し待ってください。やっぱり白川先生も武術に対してとか昔のね偉人の人たちめちゃくちゃ詳しいじゃん。そうですね、武術師匠もすごく詳しいから、うん、偉人の人たちの話をいろいろ聞いてみますよ。聞きたいじゃない。武術家でね、もし今生きていらっしゃったら稽古したいのか、それとも誰が一番最強なのかっていうかとかいう話もちょっと聞いてみたいです、ね。で最後にお待たせしましたということで、はい、白川先生がお土産を持って仙台に帰ると、はい、はい、のすきパンチをもらってということで白川先生と稲川先生もお呼びしましょう。はい、タクチャンネル。はい、ということで、ね、で今先ほどにもちょっと話上がりましたけれども、はいはい、まあ、稲川先生と、はい、まあ、白川先生にも聞いていただきたいんですが、はい、やっぱり昔の武士モロノフというのは最強な人もたくさんいたのではないかと思っております。もし生きてたらこの方から学びたい、この人と戦いたい、そしてこの人一番強かったという方がおられると思うので、稲川先生は僕ね実は知ってるんですね、なんとなく。え、国先生。国先生、そうなんですよ。やっぱり私もでも予想してきました、はい、先生だってお父様が神道流で、うん、そうですね、はい、そしてほら明治神宮の死生館で、はい、そうですね、武術講師も務められたので、はい、明治神宮っていうのはもう鹿島ですね。そうですね、はい、はい、まあんまり出てこないんですね、その国前夜先生は。国前夜先生は、はい、すごいっすよね。いや、もちろん合気道界でもいろんな噂が、合気道界の噂はちょっと聞きますね。聞きたいです、聞きたいです、はい、聞きたいですね、はい、まず合気道を作ったのが、はい、海祖上芝森平先生、はいはい、すごい超人的な、はいはい、どれぐらい超人かっていうと、はい、決勝の球を見てた、言われてますよね、はい、あとピストン堀口っていう先輩のボクサーです、はいはい、ジャブをわしが見たんですよ。へえ、すごい。それが相手を作った海祖ですよね、はい、本当天才武術家で最強って言われてるんですけど、はい、なんと国先生はその海祖に他流試合申し込んだ、はい、そうですよね。それは結果はどうですか。私が聞いたのは、はい、合気道って試合しないじゃないですか、はい、他流試合はもちろんしないので、はい、大沢喜三郎先生が国先生のところにもう単独で、はい、で話をつけてなんとか試合をしなかったっていう話を聞いております。もし、ね、恐ろしい人なんですよ国井先生って。さっき最強とかいう話言ったじゃないですか、はい、昭和最強の実践美術家ですよ。昭和最強と言っても過言ではないですよ。そうですね、他流試合無敗です。空手、柔道、ボクシング相手にボクシングルール、空手ルール、柔道ルールで全然戦っているんですよ。今で言ったら MMA 総合の格闘技の選手がボクシング強いからって言ってマイク・タイソンを倒したり、あと極真強いからって言ってフランセスコ・フィルとか倒すっていう、うん、そうですね、同じですよね。国井先生はお前獲物は何だって言ってらしいです。だから真剣なら真剣の声、はい、国井先生は真剣使わずに苦労しないで、はいはい、で国井先生のこの妙技っていうかすごいのは参った刺す、バカーって木刀で終わらないです、ね、言ってましたよね。相手を傷つけずに制したっていう、でそれってすごいですよ。大人と子供の差ないといけないですよ、ね、厳しいですよね。なぜ強かったんですかって俺聞いたことあるんですけど、はい、ここが違うんです、うん、戦前戦後そのギリギリの時に生きていらっしゃったんで、その背負ったものの重みで動くんだ。国井先生で一番有名なエピソードが、はい、GHQ から武道を守ったっていう、そうですよね、知ってます、知ってます、知ってます。太田さん知ってます、その話教えてください。あ、はい、ちょっとタクチャンネルでも話してもらってますか、はい、GHQ が先の対戦で日本軍に勝ったんですけど、うん、日本軍のその強さ、精神的な強さ何かなって言った時に、米軍的には軍国主義だからっていうふうに言ってたんですけど、実際には日本の国体弱体化をするために日本の精神である武道を禁じたんです。でそこが面白い話が、加納治五郎先生が柔道も禁止だったんですけど、ある種懸命で柔道はすぐスポーツですよっていうことで、いち早く柔道が禁止だったんですけど、スポーツ化することで生き残りができたんです。そうですね。その代わりに大日本武道会みたいな本当のっていうか、そうですね、スポーツじゃないような競技を争わないような本当の柔道は大日本武道会っていうのは解散になってしまったんですよね。
剣道ってずっと禁止されたんですよ、うん、まあ米軍的にはもう軍国主義につながるっていう理由なんですけど、うんうんすね、実際にはやっぱり特あの侍魂だったりね、うん、そういうのですねで禁止になったんですけど、そこを時の国務大臣笹森純三先生っていう国務大臣なんですけど、小野派一党流を治めている、うん、後に宗家となんですよね、純大宗家となるんですけども、笹森純三先生がマッカーサーに武道は相手を痛めつけるものじゃなくて最終的には争わないで剣を置くものだっていう説明して、うんね、だから武道を解禁してくださいっていうふうに言ったんですね、うん、じゃあそれだけ言うんだったら、じゃあうちの海兵隊の最強兵士がいるから、うん、で傷つけないで勝ってみろって言われたんですよ、うん、そんな不公平な理由で戦えるのはもうこれ超実践武術家国善也先生しかいないって言って国先生とその海兵隊最強海兵隊が戦うことになったんですよ、うん、向こうは本物の銃剣なので歯がついてます、うん、それで相手を殺してもいいっていう誓約書を書かされるんですよ。で国先生は一方防具もつけない、向こうは防具つけてる、木刀一本でしかも相手を叩きのめしちゃいけないよ、うん、そんな条件で戦うっていう試合があったんですよね、うん、それでどういう試合になったかっていうと、もうそれこそ日本の武道が礼から始まるじゃないですか、礼をとした瞬間にはついてきたんですね、うん、それからかもうそれこそウェーブでいう可変、うんそうですねね、重速で食っちゃうんですよ、はい、そこを見切って切り返してとして一瞬で傷つけないで死に体にしたんですよね、そうですね、四つん這いにして死に体にして制した、はい、それで日本武道の誇りが守られたんですよ。本来ちょっと国先生を私が話すのも本当おかましいんですけど、ただタクチャンネルで言わないと今の人に国先生のこと言ってもわからないですよ。意外に出てこないメジャーな人たちは出てくるじゃないですか、達人とかで、はいはい、けどなんで名前が出てこないんだろうなっていうのは俺も不思議なんですよね。それは強すぎるからっていう面ありま す,、ねうんすね、武道では異端児扱いされてて、明治神宮とかの演武制でもアリーザーに押し込んだり、あるいは簡単にタクチャンネル風に分かりやすく言うと史上最強のファンタジー取締人からタクチャンネル風にそうそうそうね、タクチャンやられてます。本当に俺多分ぶっ壊されるんですよ。そして私もやられてます、はい、絶対許さない、はい、国先生そういう先生なの。いや国先生軽々しく言う、そうですよね、軽々しく本当は語れる先生じゃないんです。わないです。ウェーブかあ、おいそう、おたぶん言われてますよ。しかもたくさんの有利な条件その今の言い方ね、スーパーファンタジー大使館でいいんかい、うん、お前強いのかというね、やっぱり本当に軽々しく語ったらいけない、語っちゃいけないんですよね。語らないと誰も国先生のこと知らない、知らない人が多いですよ。そうですよね。本当はこんちょっと前まで昭和の時代に最強実践武術家がいたよってことだけでも伝えたいです。逆にどういった稽古とかされてたんですかね。心眼の稽古面白いのがありますよね。さっきちょっと、はいはい、それ持ってこい、あれ持ってこい、俺たちは明日高校校でこうするからお金持ってこい、で高校校って何するんですかっていうことですよね。具体的な例は言わないで何々持ってこい、うん、何々持ってこい、はい、って言ってでそれを予測するんですよ、うん、でメガネだったり新聞だったり釣り竿だったりするんですよね。釣り竿、はいはい、でそれをそう心を読むっていうのが一つと、あと逆を取るっていうのも有名ですよね。そうそうそう、本に書いてありますね。逆手を取るっていうんですけど、うん、その稽古を逆手なんか逆手を取るみたいなやつなんですけど、はいはい、それを動かないで取るって何日も殴られる国先生殴られて師匠から殴られてボコボコになりながら最後もう逃げ出そうと思ったんですけど、それも読まれてて逃げ出せないんですで最後こう取るときになんか親指を引っ掛けないみたいな、そう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 、ね、先生親指を引っ掛けないで逆手を取るって逆手を覚える。お弟子さんとかいたんですか。いらっしゃいます。国先生はなんか直弟子っていうのもいろんなところに、例えばたくさんが映画でやりたいって言ったら教えてくれると思います、うん、で結構だからたくさんにももし気づいたらちょっと教えてほしいって言ったらいいよって言ってたと思うんですよね、うん、稲川先生はじゃあもし国先生が生きていらっしゃったら稽古をつけてもらいたいですか。はい、いやそういうのじゃないですよね。知れます。もう知れば知るほどちょっと近寄れ本当に本当にギャビギャビ死ぬそれくらい怖い先生なんですよ。でも技は柔らかいらしいんですよ。こう精神はグーッとものすごいらしいんですよ、はい、だからこそ技は相当柔らかくて、だから心がふにゃってると技硬くなるのかもしれないですね。だから千代先生今回あってやっぱりこれ武道家じゃん、武術家だな、まだまだ研究させられされて、たくさんもやっぱどうだか分かんないですけど、やっぱ映画撮ってる最中に死にたいんじゃないかな、はい、先生もやっぱり90とか100になっても弟子に教えてる時に畳でっていうか、俺も自分の父親に言われたら道っていうのはその 武を持って国を止める国を守ることをずっとやってって最後棺桶に
片足突っ込んでも死ぬっていう時に俺の武術をが道になってたかってなれ、だから武道家って絶対名乗るなって言われて、お前30代で本出したぐらいのガキンチョが道を作るなって言ってました、うんうん、だからやっぱり間違ったことをしない、藤井先生もそうだったと思うし、先生も一つの武術家でどんどん更新して、今日はあの刃物でこう、トレーニングナイフでやらせてもらって、またそうするとそこから見えた新しい合気道をこうどんどん作っていって、伝説のお弟子さんとかも作られていったり、どんどん若いあの方とかにもどん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 配信していった、そこから天才が生まれたら先生も嬉しいっすよね弟子の中に超天才できたら、そこに授けていったら道ってこう できていって、たくさんも映画道ですもんね。そうですね。アクション道、アクション道、はい。で、やっぱりこう新しいものを作っていくっていう、うん、そういう人たちがいっぱいになっていけば先生あれですよね。最後ですね。なんか少しでもやっぱり魂を引き継ぐことになりますよね。タクチャンネル。ということでね、あの戦撃者、戦闘者、うん、そして武術家が最強のモノノフ。はい。国井先生のお話がこれ聞けたのは。うん、非常に貴重でした。そうですね、はい、すぐ国勢さんの話ね、お話しすぎて本当はあんまり話せないだからこそでも知ってほしいですよね。ただ、タクチャンネル話すことに意味あるんですよね。そうですね、やっぱり、ありがとうございます。まず存在してほしいし、やっぱ自分自身で興味持った人調べてほしいですね。そうですね、今回あのちょっとあの稲川先生と、まあ、こういう形であの白川先生コラボさせていただいたじゃないですか。どうでした、1日。先生やっぱ先生の技ももちろんですけど、精神性ですね、はい、国を背負う、国を思ってやる、逆に長先生どうでした。そうですね、はい、やっぱり嬉しかったですよね。あの YouTube でも技術見たんですけど、そうじゃなくてやっぱりもう柔らかいです、はい、人柄も柔らかい。だからこうお弟子さんそこで見てらっしゃるけど、先生好きですよね。例えば10人先生いたら、白川先生とかに行ったら白川先生とかに行きません。やっぱりね、そこがやっぱその人柄っていう、俺はなんかそういう風にいつも感じてて、武術で誰知ってるって言ったら、あ、知らない、知ってるって言うんで、国井先生置いといて、怖いんで国井先生バーってやられそうなんで、国井先生ちょっと置いといて、僕は知らない先生知ってますよっていうぐらい優しい。そうですよ、ね、はい、だから今回本当素晴らしい化学反応となりました、はい、素晴らしい技術交流もできたし、ね、いやもう本当にあのまたね、これも機会を機にまた稲川先生とコラボをね、そうそうそう、していきたいです。本当に白川先生と本当はね、ほっとくとめちゃめちゃ長くなるんですそうそうそう、いやね、もう本当ね、はい、あの素晴らしいコラボとなりましたけれども、はい、人々の方からね、はい、何かあのお土産とかってなんかね、あの用意してるっていうふうに聞きましたけれども、はい、だからあのさっきお話しした通り、はい、白川先生が、ウェブ創始者のウェブ創始者のちゃんとミントもらって、はい、ミントつけて、うん、もらって帰りたいと。そうですね、萩の月をあげたんだから、この間ね、ウェブアンチからよこせよ、創始者のって言うから、はい、じゃあね、一応ね、はい、少しだけまだエンディングは続きますけれども、はい、このチャンネルがね、いいなと思った方は、はい、高評価ボタンよろしくお願いします、はい、そしてチャンネル登録よろしく。そうじゃあ白川先生、仙台に帰られるということで、今あのゼロレンジ流の、お土産をございました頂戴します。本当お土産なんですか。大丈夫ですね、分かりました、お願いします。じゃあ、はい、失礼させていきます。重いっすねこんな分厚いミットなかったら、もう本当たくさん言ってたみたいに点でピンって切れますね、はい、鋭さが、はい、でもミットがあったからこれだけ打って、これなかったでも本当にあの師匠のマジでいいですね、本当にね、こんな分厚いんですけど違いますね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、仙台にこれをお土産に、先生、はい、もう家族は仙台これも持って帰ってくるからこれがお土産じゃないからね、それはあの、違いますからね、先生、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、お気をつけて帰ってください、すいません、ウィーバー